こんにちは、メイキングザロードの吉村千春です。本日のゲストは水源金沢の辻尾真嗣さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。辻尾さんって、はい、サッカーの選手でいらしたと思うんですけれども、はい、サッカーはいつから始められたんですか？サッカーは4歳から始めまして。4歳？はい。4歳ってサッカーできるんですか？年中さんって、まあ、ボール遊びみたいな感じですけど、はい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 、たまたま僕が行ってる幼稚園に、うんうん、そのサッカー部というか、なんていうんですか、そういうのがあって、うんうん、でそれがそのクラブチームとして小学校まで続いてたので、で幼稚園を卒園した後もそのクラブチームでみんなで一緒にやる、うん、サッカーをするみたいな。あ、なるほど、はい、じゃあもう年中さんからずっとサッカーが続けられる環境があった、はい、そうですね、たまたま。いい幼稚園ですね、はい、そうですね、今思えば本当にたまたまそういう縁があってサッカーと出会ってということですね。始められた時、うん、そのサッカーお好きでした？いや、あんま覚えてないんですけど、多分そこまで好きじゃなかったと思うんですけどまあちょっとこう上手くなってくるにつれて、あ、なんか楽しいなって思ってきたと思うんですけどね、はい。いつ頃、あ、自分ちょっとサッカー上手かもって思いました？それは、本格的にこう高校行って、高校は全国大会に出るような高校、初芝橋本っていうところ行ったんですけれども、まあ、そこでこうレギュラーを取って時ぐらいからこうちょっとずつこう自信が出てきたというか、うんうんうん、っていう感じですね。なるほど、はい、やっぱりそのサッカーの、まあ、いわゆる名門と言われるような高校でレギュラーを取れた自分みたいな、はい、取れた自分みたいな。そうですね、まあ、本当にでもたまたまその1年生で入学したすぐにレギュラー取れたんですよ、うん、本当にたまたまなんですよ。すごっ、はい、まあ、1年生でレギュラー取れる率ってどのくらいなんですか？率っていうか、もうなかなかないと思います。ですよね、はい、やっぱり いくら上手でも2年生からとか。そうですね、なんですよね、きっとね。まあまあ1年でまれにいますけど、本当にたまたま、はい、はい、こうレギュラーで使ってもらえて、はいはい、そこでこうちょっとずつこう自信を深めたというか。だから僕本当に小学校の低学年ぐらいまで、うんうん、レギュラーでもなくて。え、そうなんですよ。そうですか、はい。で、小学校も高学年になってもその市の選抜とかにもう絶対入らないようなレベルだったし、まあ、中学校もその選抜とかそのセレクションみたいなのがあって受けに行きましたけど、もう全然かすりもせずっていう感じで。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。いや、なんかもう私はもうサッカー全くの素人なので、はい、なんかサッカー選手っていうとやっぱ華やかなイメージがあって、はい、こう小さい頃から才能に恵まれてるっていうイメージがあったんですけど、うん、はい、うん、やっぱコツコツ努力されて自信もつけられて実力もつけられて。そうですね、まあそのなんかこう努力するというか、まあ、好きだったのでやっぱり根本、うん、あんまりその苦にならなかったし、そういう積み重ねるみたいなのはこうどっちかというと好きだったのかなっていうのは思いますね。サッカー選手になろうとか、はい、を意識し始めたっていうのっていつ頃だったんですか？そうですね、本格的に意識したのはそれこそ高校2年生の全国大会に出て、初めてその時全国大会っていう舞台に出たんですけど、で、まあ、1回戦で負けはしたんですけど、うんうん、その対戦相手がまあその年の夏のインターハイ王者で、で2対2の引き分けでも PK 戦で負けたんですけど、まあ、その時もゴール決めて、なんかお、これはなんかこう全国レベルでもやれるんじゃないかみたい なそういう手応えを感じて、もうそれこそこうなんか職業講話とかで話すんですけど、うんうん、もう夢がこう目標にこう変わった瞬間みたいな時でしたね。そのあ、全国レベルでも実力が出せるんじゃないか、いけるんじゃないかっていうふうに、はい、感じた瞬間の、なんていうんですか、こう気持ちの変化っていうか、はい、高揚感みたいなものってやっぱりありました、はい、そうですね、それはありましたし、やっぱりその全国大会っていう舞台、まあ、そんなに大勢の人が入った中でプレーしたこともなかったですし、うんうん、まあ、その雰囲気でサッカーできるその喜びとか興奮とかっていうのはすごく感じましたね、やっぱり。なるほど、はい。でそこで高校2年生の時に思い始めて、はい、具体的にきっと固めていく、はい、もう絶対なるぞとか、はい、これはもう自分はいけるぞみたいなのってあると思うんですけど、はい、どんな風に固まっていったんですか？まあ、
具体的に固まったあの思いがこう目標に変わったっていうのはあったんですけど、うん、具体的なオファーがなくて高校3年生の時ですね。で高校3年生の夏ぐらいに、うん、まあ、大学何校かこう自分のこう推薦で行けるような高校があって、まあ、その時にじゃあそこで推薦で行くのかじゃあ冬まで伸ばすのかっていう、うん、まあ、選択があるんですけど、うん、オファーを待つのかっていう、うんうん、ここで大学のオファーというか、うんうん、を全部蹴るとそこの大学にはもう行けなくなるし、そっか、そうなんですよね。だから冬の最後の選手権、うんうんうん、冬にやってるじゃないですか、うんうん、あそこまで本当にギリギリまで伸ばす選手もいるんですけど、僕はもう、じゃあ大学オファー来ないから大学行ってもう一回サッカーして、まあ、勉強もサッカーもして、うんうんうん、でプロを目指そうということで、まあ、東京の中央大学に、はい、進学を決めたんですよね。あ、なるほど、はい、その決断って結構早かったんですか？いや悩みましたね。でもまあなんかいろんな人というか親ももちろんそうですし、周りの人はまあ大学行ってもええんちゃうかみたいな感じではまあアドバイスもらったんですけど、まあ、自分の中で本当にこうやっぱりプロになりたかったし、はい、うん、こういろんな葛藤があったんですけど、まあ、その中でこう関東の一部リーグの中央大学っていう、まあ、もちろんその勉強の方でもすごくこういい大学に呼んでいただけたので、うんうん、もうそこでもう一回頑張ろうっていう決心はしたかなと思います。へー、もう大学行くか今そのオファーを待つかみたいな。結構これはあるあるかもしれないですね、うん、そのサッカー界で、うんうん、はい、そうなんですね、まあ、もう選手権がやっぱりその最後の自分のアピール場所なんですけど、やっぱそこも本当にだからそこまで伸ばすと、うんうんうん、本当になかなか行ける大学が少なくなる、自分の選択肢がどんどん少なくなっていくっていう、あ、そっか、ところあります。はい、まあ、あの逆の立場からというか逆の見方をすれば、大学さんも、はい、じゃあ辻尾さんに断られたから、うん、あの方にオファーしようかとかってやっぱね考えますもんね。もうおっしゃる通りで、やっぱいい人材っていうか、うんうんうん、いい選手大学側も取りたいので、うんうん、それはもうその通りですね。はい、でそこからじゃあ卒業されてプロに行かれるんですか？そうです、うんうんうん、で大学に入ってから、うんうん、まだ入ってからもたまたま1年生でレギュラーを取れて、まあまあこれ本当にたまたまなんですけど、はいはい、まあ、大学ってやっぱり高校とレベルまた1、うん、もう一段階も一段階も上で、うんうんうん、もうある意味プロの予備軍団ぐらいの、もう大学でサッカーやってる人って本当に上手い人らばっかなんで、そんな甘くはないやろうなと思ったんですけど、うんうんうん、まあ、たまたま自分が行ってすぐポジション取れて、でその夏に大学選抜に選ばれて、うんうん、でその冬にはアンダー19に選ばれたんですよ。でそれでこれはもういけるぞっていう感じで、はい、思い始めました。はあ、じゃあもう入ってすぐにあのもうプロを意識しつつ大学を過ごすんだと、はい、そうですね。すごい、はい、もうでもちょっと違う質問かもしれないですけど、はい、もうプロに行きたくてしょうがないみたいな気持ちに なったりしないもんなんですか？あ、それはありましたけどね、うんうん、あのやっぱり大学中にオファーもらう選手もたくさんいて、そうなんですね、まあ、例えば長友選手とかは大学辞めてもうプロになってますし、うんうんうん、なるほど、はい、結構そういう人はいるんですけど、まあ、最後まで4年まで大学は、うんうん、行こうというところで、うんうんうん、まあ、ただその特別指定選手っていうのがあって、うんうんうん、その高校生とか大学生でも J リーグのクラブに登録してもらえるっていう制度があるんですよ、はい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 、でたまたま僕その清水エスパルスに大学3年2年生の冬にキャンプ呼んでもらって、うん、でそのキャンプで認めてもらって、で大学3年生の時にもう特別指定選手として清水にこう行ってたので、超いい価値よくないですよなのでそう週の半分は月曜日、火曜日、水曜日ぐらいまで練習行って、はいはい、で火曜日、木曜日ぐらいから帰って大学で練習してみたいな生活が結構多かったですね。あ、そうなんですね、はい、中央大学って八王子ですよね、はい、あ、そうです。ってことは八王子から清水まで、はい、毎週往復、往復してましたね。めちゃ大変じゃないですか。でも、まあ、新幹線やったら1時間ですし、当時スカウトの人も大学の先輩、うんうん、今でも清水にいらっしゃるんですけど、うんうん、大学の先輩でもう本当に僕のこうめちゃくちゃ面倒見てくれたじゃないですけど、はいはいはい、もうリーグ戦見に来てくれてそのまま
車乗っけてくれて、そのままあの清水まで行って、行くぞって、うわ、もうそんなことしていただいて。おお、すごいですね、はい、あ、でも大学生でありながら、はい、清水エスパルスの選手、あ、そうですね、っていう生活をされた。はい、はい、はあ、じゃあもうその時点でプロですもんね。まあまあ、はい、まあ、お金はもらえないですけど、うんうんうん、ある意味まあまあそうですね。ですよね、はい、はあ、でもというか、まあそれでも大学生でいらっしゃるので、はい、学業もやらないといけないっていう中で、はいはい、じゃあもういよいよ本当にあの就職というか、はい、プロのサッカー選手になるぞっていうタイミングって当たり前ですけど来ると思うんですけど、はい、その時ってまたなんかこう気持ちの変化ってあるものなんですか？どうだろうな、まあ、いよいよまあお金をもらってこうプレーするっていうことで、 それはこうやらなきゃいけないなっていう責任感とかはありましたけど、まあ、ある程度その大学3年生から呼んでいただいたこともあって、うんうん、まあ、あのそこまでのこう高揚感というかはなかったかもしれないですね。うんうん、あ、じゃあもう今までの、はい、まあ、こう延長じゃないですけれども、はい、今までと同じ、まあ、大学の生活が終わる、はい、卒業するっていうだけ。そうですね、はい、うんうんうん、そんな感じですかね。あ、はい、なるほど。でも今そのお金をもういただくっていうこともおっしゃってたかと思うんですけど、はい、もうそうするともう完全にプロですよね。そうですね、お仕事としてだと思うんですけど、はい、そのスポーツとして純粋にスポーツとしてサッカーをするっていうこととお仕事としてサッカーをするっていうのって、うん、なんかやっぱこう違うもんなんですか？そうですね、やっぱりそのプレーする覚悟とか責任とかっていうのはまあ全く変わりますし、うん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 、まあ、まず見に来ていただいている人にお金をもらって僕らプレーしているので、まあただじゃあ若い頃にそれをちゃんと理解して自分らはなんでプレーできているのかみたいなことを理解して立ち振る舞いできてたかっていうと、まあそうではなかったかなっていうのはあるんですけど、はい、まあただやっぱりそのプロの中でピッチでプレーするのってやっぱり今までできたことができなかったりとか、やっぱりプレッシャーが もちろんそのプレーの中でのプレッシャーもありますけど、一本のパスミスったリスクとかいろんなものがこうかかってる試合なので、それはすごく違いがありますね。なるほど、はい、多分これ何の仕事でも一緒かもしれないですけど、うんうんうん、なんか一つのミスでえらいことになったりもするじゃないですか、はい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 、まあ、それがこうよりこう皆さんの目の前で起こるっていうことですかね、はい、そのプロの選手としてこうなんていうんですかね、プロたるものみたいに思ってた部分ってなんかプロだったらこういうことやっぱしなきゃなとか、プロだったらこんぐらいの努力しなきゃなとかっていうのってあったんですか、それともそういうのあんまりなかったタイプですか？まあ、僕こうなってあのプロになってからよく子供たちにも話すんですけど、うんうん、まあ、ある意味夢を叶えたわけじゃないですか、うん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 、でやっぱりちょっとそこで満身じゃないですけど満足した自分も いたりして、はで、まあ、そんなに J1 でこうたくさん出たわけじゃないですけどレギュラー取った時もあって、うんうんうん、まあ、それにお金ももらえるじゃないですか、うんうんうん、やっぱそれちょっと満足した自分もいて、まあ、そうなるとやっぱりそういう心の隙って、まあ、他になんぼでもうまい選手いますから、うんうんうん、もうすぐ追い抜かれるし、もうその立場にすぐ入れなくなるっていうのはすごく実感したので、はいはいはい、まあ、子供らにはこの、まあ、夢を持って叶えるのはもちろん大事やけど、うんうん、その夢をもっと膨らましてほしいとか、その夢の向こう側というか、なんていうんですかね、うんうん、なりたいものとかに対してなんでなりたいのとか、そのもっともっと膨らましてこう深みを出してほしいっていうのを話すんですけど、まあ、自分の失敗談からなんですけど。いやーすごい、なるほど、はい、そっか、そうですよね、その本当に一握りの方しかなれない世界でも、はい、うん、そのポジションをこう狙ってる、あ、そうですね、あの他の選手がいるっていう中で、はいはい、自分がやっぱりそこをキープしないといけない、はい、もう死守しないといけないっていうのがやっぱあるの で、ね、はい、ちょっとでも気抜くと取られちゃうかもっていう、はい、そうですね、はい、でも気づいた頃にはもう遅いですからね、やっぱりその契約がありますから、うん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 、すぐに、まあ、出て行ってくださいっていう風になるので、はい、まあ、僕は実際それを経験して J1、うん、最後 J1 にプレーしたのは大分でしたけど、うん、まあ、大分ではやっぱ怪我
たくさんして、そうなんです、はい、まあ、ただそれも自分の責任で、じゃあ自分の食事がどうやったとか、うんうん、ケア方法どうやったっていうと、うんうんうん、そこまで突き詰められてなかったものがあったので、やっぱりそういうことが起こって、で大分クビになって、でずっとチームが決まらなかったんですよね僕、うんうんうん、もう12月にその契約満了って言われて、はいはい、まあ、本来1月、まあ、12月末とか1月にはそのチームは決まるんですけど、まあ、自分自身もまだ J1 でプレーしてたし、はいはい、まあ、どっかあるやろうと、うんうん、最低 J2 あるやろうとか、うんうん、っていう中でこう決まらなくて、うんうん、その3ヶ月ぐらいですかね、2、3ヶ月そのブランクがあって、うんうんうん、まあ、本当に痛い目あったというか、はい、っていう時期があったんですよね。やっぱその数ヶ月のブランクっていうのは怖いもんですか？はい、いや、めちゃめちゃ怖かったですよ。怖いっていうか、もうあの僕結婚したのがその大分の年だったんですよ。で結婚してすぐクビになって、うんうん、まあ、ある意味フリーターですよね、うんうんうん、もう。であの相手のお父さんお母さんも心配してるし、うんうんうん、でも住むとこ も、うん、もう大分の住む場所も引き払って、そっか、そうなんですよ。でまあすぐ決まるやろうと思ってたので、うんうんうん、まあとりあえずあの僕の妻の実家にいたんですけど、うんうん、ずっとオファー来ないからずっと実家にいるわけですよね、うん、それもお父さんお母さん心配する、うんうんうん、まあ、ただそんな時でもこう、うん、お父さんとお母さんも亡くなったんですけど、うんうん、すごくこう温かい目で見てくれたというか、ね、それは本当に感謝ですけれども。あ、そうですか、はい、そうなんですよ。あ、なんか厳しい現実なんですね、はい、すごいなんか ドキドキしちゃいますね。そうですね。でそんな中でオファーくれたのが金沢やったんですよ、うんうん、あ、そのご縁で、はい、ようこそようこそ、はい、180